はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート44やっていきたいと思います。とりあえずキラーマシンが来た。素材集めですね。破壊神様の、抜け殻、まあ、ここに行って近いな。あ、遠い？いや近いな。まずはここに行けってこと？あの渦だ、吸い込まれたら大変。あそこは通り抜けられない。あ、回り道をしていけってことか。なんかいるね、奥に。石化してるなんかボストロールみたいな感じなんだけど。え、てかついてくんのってさ、メタルスライムだけ？キラーマシーンとかついてこないんだ。そしてまた、あの黒い渦。あっちには近づかないようにしよう。あ、じゃあ意外に遠いや。そして敵か。少し開けたところに出た。ジゴックさんが言ってたのはここかな。鱗や角っぽいのがある。破壊神様の抜け殻、あれのことかな。鱗はまるでブロックみたいになってる。爪は上にはなかったけど、きっとこの近くの地面にある。辺りを探してみよう。地面に角っぽいものもある。爪、鱗、角、ハンマーで壊して集めよう。敵、キメラっぽいのがいいな。ん？キメラじゃない？なんだこれ？すげえいっぱいいんだけど。なんだこれ？なんで邪教のステンドグラスなんて持ってんだ？あ、ハヤブサの剣結構いいかも。てか敵が弱いね。すぐ倒せる。これ何本当に？邪教の手すり。あ、こいつそこそこだな。レベルアップ。もうヒットポイントが上がるくらいかな。すげえ、なんでこいつらこんな素材を持ってるんだ。大ガラスのあれか、ジャークバージョンか。まあそれはいいとして、さてどうやってまず上に上がっていくかな。クライミングすればいいんだけど、クライミング用のこれを取り出すか。ほいほいほいと。ん？どれだ？ここら辺のものがそうなの？ちょっと壊してみる。お、これ鱗か。この角みたいなやつ、これも回収していこう。げ、これで一つか。破壊神の角。これは3つだけだからね。おおおおお、待って、あ、腕か。腕が現れたのか。あれ、鱗って外壁だけなんだ。鱗大量にあるからな。で、あと爪か。爪はなんか地面にありそうだみたいなこと言って。え？全然ダメだ。これなんだろう。あ、草か。爪を少し探しますか。敵は数が多いね。肉落としたけど、どうなのこれ。はやぶさの剣、もうちょい火力が出てくれればいいんだけど。ちょっと爪探しをするか。これもだって違うもんね。これも絶対違うよ。そもそも岩だし。鱗のあたりをちょっと捜索してみる。生えてないか。これ全部鱗だよね。で、これ角でしょ。おお、ここはちょっとまずいな。腕が現れてんね。
もう一個これ回収しとこう。どれだ。そうするとこれをつっていうかさ、印がついてんだけど、え、どれだ。こっち側行くとな。この下、あ、違う違う違う、ここ自体があれだ、破壊神の抜け殻だよっていう合図だもんね。あそこも全部鱗の跡しかないな。あれ爪っぽいな。こっちか。あ、これ爪っぽい。あったあったあった。よし、じゃあ回収していこう。カラスが大量に来るな。邪魔だ。消えな。いて。よし、これで全部集まった。ワープはできない。空も飛べない。教会まで歩いて帰ろう。ワープとか知ってるんだ、お前。むしろ。力いけるかな。ちょっと強引さはあるけど。地図は？ああ、なるほど。え、どうしよう、おとなしく、いや、こっちから行こう。クライミングで帰ろう。吸い込まれることはないね。ブロック回収。ブロックを壊して足場にする。これ何？よくわかんない、花がある。まあ、いっか。いや、もう全然ダメだ。そしてお腹が減ってきた。食う時が来たか。ふっ、やるではないか。って言ってハートを出すところがまたいいな。破壊神様の抜け殻を手に入れてきた。この地で暴れておるのはおそらく破壊神様の腕。力が安定せず暴走している。貴様が持ってきたのは破壊神様がさらなる力をつけるべく自ら打ち砕いた体の一部分。その抜け殻を使って物を作る。でもどうやって。破壊神様の抜け殻を触媒にすれば物作りの素材を生み出せるかもしれない。そのためには禁断の魔力を扱う作業台が必要。貴様に作れるか。新たなレシピ。禁断の錬成台。禁断の錬成を行うための装置。破壊神の抜け殻を素材に変えることができる。禁断の錬成台を思いついてしまった己ビルダー。まあ、作ってみなさいと。引き裂く小爪、大いなる鱗、突き刺す大角を入れる。しばらく待てば、それらは全て素材に生まれ変わる。錬成、違う、禁断の錬成台、抜け殻を入れて生まれたものをこの私に見せてくれ。この地には素材がほとんどない。引き裂く小爪などのアイテムを禁断の錬成台に入れて素材となる別のアイテムに変化させよう。もっと持ってくれよかった。じゃあ一応ここら辺にその錬成台って、そもそも台で錬成台作んなきゃいけないんだよね。これか。大いなる鱗、引き裂くことね、骨。そんなんでできるんだ。あれ、向こう側なんかあるよ。まあいけないけどね。じゃあ多分ここら辺が拠点になりそうな感じだから、この高台にするか。入れる。なるほど。錬成する。16個。あ、多分持ってきたものだけで足りるんだろうね。受け取る。え、なんだ。新たなレシピ。鉄のラウンドコーナー。六角ボルト。シドニウム。イエ
マシンの壁、マシンの角壁、魔物の扉。じゃあ次、斧、はい、斧、あ、斧じゃない、角。おお、禁断の錬成台に入れた破壊神様の抜け殻が素材として生まれ変わった。破壊神様の体を触媒に物を作り出す。なんとバチ当たりな。なんちゃって。この地では禁断の錬成台に破壊神様の体の一部を入れることで物作りの素材を生み出していくよ。どの部位から何が生まれるかはその時々で違う。欲しい素材が出るまで錬成を続ける。めんどくさ。素材の手に入れ方が分かった。進化も協力してくれる気になった。そういうわけではない、ただ興味深い。恐ろしくも面白い。建材を作れればシェルターも完成させられる。魔物が建築に手を染めるわけにはいかない。ここはお前に任せよ。これさ、何個も錬成台作っとく。1個だけだとちょっと非効率だな。窯と一緒だね。錬成台もう1個作ろうかな。ってことはなんだっけ、大いなる鱗引き裂く小爪。まあいいや、作っちゃおう。効率よくいこう、効率よく。じゃあもうちょっとやっぱ素材集めてくるべきだったんだな。これ何、やたらインゴットができたな。で、食い物だけちょっと出しとくか。クサクサグリル。あとは錬成台、錬成台。あれ錬成、あった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 。錬成台、もう一個、ここ。錬成しまくろう。取り出す、取り出す。あとなんだ？あ、これか。鱗はまだ入れてないよね。8個。いや意外に早いなこれ。今度何、邪教の壁か。ハーゴン城に使われる不気味な壁、邪教の床。あ、多分ある程度のねものは決まってると思うんで、できるものは。破壊の砂とか、なんかすげえの手に入れてんな。はい、できました。鉄のインゴット、それなりにできてね。土とかも作れるんだ。じゃその間にこれ入れよう。二段錬成構え、早いなこれ。早い本当に。鱗は、鱗結構持ってきたからね。でこっちは遅いやつにしよう。鉄のインゴット60。まあこんなもんで大丈夫かな。一旦作りに行く。足りるかどうか分かんないけど。あ、鉄のインゴットでもすげえいっぱいあるわ。オッケー、邪教の壁。え、破壊の砂がめっちゃ必要じゃん。じゃこれ1個で十分だ。あー、破壊の砂だね。シドニウム、これ2つ。でこれはまあ1個あれば十分。破壊の砂って何から作った？でこれも1個あれば十分。で魔物の扉、あとじゃあ破壊の砂だな。破壊の砂5個も必要なんだ。これからできたっけ。
さく小爪入れてみるか。早い、ほんと早い。シドニウムと鉄のインゴットだけ。やっぱある程度ランダムか。傾向が決まってて、あ、これは土。あ、これシドニウムとインゴットしかできねえな。角、角もねえよ。え、あっちまで取りに行くのはちょっとめんどくさいぞ。長っ。骨だってこれ別にさ、そうだよね、全然関係ないもんね。破壊の砂みたいなのが調達できればな。これは何じゃ。え、何これ。げっ、破壊の砂だ。調達できるじゃん。よし、パクロー。あ、これで全然十分だな。なんだ、インゴットばっかできんだこれ。さて、じゃあこれで一応素材そのものは全部できるはずだから、あれ足りてる。じゃあ作っていこう。設計図自体はそんなに大きくないんで、まずアイアンの壁だな。これがちょっと厄介だから、これを端か、これ壊しちゃっていいよね。ここ、あとここか。ん、ここもアイアンの壁になるわけではない。下も必要。2段か。そうか、なるほど。設計図結構見づらいんだよね。あれ、マシン壁違う。ここが1段目か。だからもう2つだね。ほいほい。で、ここはマシン壁が来るんだ。だからあとここと3つ、123と。まあそんな感じで作ってきますか。じゃあよし、シェルター完成。これのどこがシェルターなんだかよくわかんないけど、腕で一発で破壊されるんでしょ。設計図の完成を検知。これがシェルター。みんな、なんだこの建物は。色といい、壁の模様といい、こんな建物見たことがない。世界の常識をも破壊するような、どこかメカニカルで荘厳な建造物。敵であるはずの教団の建物を生かしシェルターとして作り変える。ビルダーとは興味深い存在だ。ビルダーだからではなく、お前が興味深い存在なのかもしれない。お主が誠に破壊神様の友であったなら、私はお主に手を貸すべきかもしれん。私は教団にではなく破壊神様に使える神官。ああ、そういうことか。よくぞシェルターを完成させてくれた。ハーゴン教団らしい魔物感。このシェルターはまだ途中なのだろう。いや、そりゃそうでしょう。こんなんじゃシェルターとも呼べないよ。十分すごいのに。そうか、建物自体は素晴らしい。この大きさでは魔物たちを入れるにも限界がある。わしのセンサーがビルダーとしての力はこんなものではないと告げておる。まだこの地にいるたくさんの魔物たちを救うためにもっと手を貸してくれ。
考えてみるとたくさんの魔物を入れるには今のシェルターじゃ小さい。僕たちはいくらでも大きさを変えられるけど他の魔物はそうもいかない。メタルスライムってさ柔らかいの？もっと大きなシェルターをミカミックス一人に作らせるのも。今まではビルダーの鐘を鳴らして一緒に物を作る仲間を集めていた。まあ仲間集められたらね。ほっほっほ、何を悩む必要がある？そこになければ作ればよい。それがビルダー。わしが残したあれが素材にできる。ビルダーの鐘を自らの手で作る。目印の場所に置いてよ。ビルダーベル。人々の心を動かす鐘って言ってもこいつは人じゃないからな。心が動くかどうかは分からない。あ、ここに作れってことね。はい、了解しました。あー、もう 16% しかない。クサクサグリル 30%、まあ、肉系だからね。クサクサグリルはそれなりに回復はする。あれ、何の素材が必要だった？ちょっと見てなかったな。あ、そしてもうなくなってる。ビルダーベルを手に入れた。では置きまするか。ここね。これがビルダーの鐘。ていうかさ、あの4つの端までさ区域広がりそうだよね。強力なものづくりパワーを検知。なんとおぞましきものか。ハーゴン教団の聖地ともいえる場所にこんなものを作るとは。とりあえず鳴らしてみるってこと？まあ、まず先に話そう。シェルター作りの仲間、ここにいるのはハーゴン教団の魔物。シェルター作りを手伝うとは限らぬ。ハーゴン軍の魔物が物作りなんて聞いたこともない。できねえに決まってる。ここは全部一緒じゃないか。鐘を鳴らせば仲間が集まってくる。キラージーやグレムリンは意味がないって言ってたけど、やってみなくちゃわからない。ポジティブだな。ものづくりに目覚めるかわからない。ネガティブになったな。仲間が集まれば友達を探す手がかりもきっと聞き出せる。よし、とりあえず鳴らしてみっか。やってみよう。ちょっと待って。ハートが足りない。よし、ハートが足りなかったわ。でもさ、ここに来るまでにさ、指導にやられそうだよね。あの腕とかさ、うわなんか吸い込まれるとか。一部の魔物がものづくりに目覚めた。ちょっと嫌なんだけど。マンドリルとベビルが来た。新しい仲間がやってきた。どう見ても仲間ではない。たくさんのレシピひらめた。光る壁、ほいほいほい。邪教の花、スロープ階段、ドーム型の窓、レザーソファー、ロッカー、パイプ系。ビルダーの鐘を鳴らした。いや、ここでもさ、じゃあやれってことか。結構長くなりそうだな。まだスロープ階段、ドーム型の窓、建材なんか思いつかれても俺たちはちんぷんかんぷん。なんだかものづくりに目覚めた気がする。お前どうやって作るんだ。異端気味のマシーンじゃったが、これからはミカミックスとものを作る。グレムリンとジゴクさんどう？オイラはできねえ。無理だ。まだか。不思議な鐘の音に惹かれてきた。これは一体何だ。ビルダーのミカミックスが教会にシェルターにしてくれた。滅びの日が来ても平気。本当かよ。本当に平気とは思えないんだけど。
何も友達になるってわけじゃない。お前たちだって死ぬのは嫌だろ。ギブアンドテイクだな。ここには神官様もいる。厄介になるとしよう。何か言いたげだな。シドウという友達を探している。どこにいるか知らないか。悪いがそんな名前聞いたこともない。人間の友達なんかいんのか。ここはものすごく広い。変な黒い渦もたくさんある。ウホ探すにしても歩いてなんか探せない。ウホ。じゃあどうすればいいのか。僕に乗ったって大して変わらない。今は仕方がない。友達の居場所は根拠よく探っていこう。マンドリルとベビルが仲間になった。まあでもこいつはさ、寝るところとか多分用意しなくていいからね。それは楽だよな。食い物も用意しなくていいんじゃないかこいつ。金を鳴らしてくれてありがとう。グレムリンもジョークさんもシェルター作りを手伝ってくれない。魔物のみんなを滅びの日から救うため。メタツ、オイラミカミックスのことは嫌いじゃねえし、ものづくり自体はすげえことだと思う。だがオイラたちは魔物だ。ハーゴン教団の教えだってある。魔物は建物を作るのに協力できねえ。気持ちはわかるが、大人にはそれぞれの事情がある。とりあえず自分の食い物をなんとかしなきゃいけないから、ちょっと一回炎を出そう。焚き火出して、ちょっとクサクサグリルでも作っとくか。肉が1個ある。ツルも1個ある。今は生き残るためだ。しょうがない。利用できるものは何でも利用させてもらおう。さあそして、あれ、そして誰、キラーマシーン。いずれにしても仲間が増えた。本格的なシェルターを作ろう。たくさんの魔物を救うようなものを作るなんて、そうは言っても無理にやらせるわけにもいかない。とにかく滅びの日が来ても無事でいられるシェルターの設計図を書いてくれないか。今あるシェルターもなんとも独創的、さらなるハイセンスな建物を期待している。めっちゃ悩んでんだけど。決まったか。あ、やっぱどんどん広がっていくな。うわ、でかっ。いや、これ炎通り越してんじゃん。箱舟の土台設計図、箱舟を作るの。いや、自分一人じゃ無理だよ。正直無理だって、こんなの。シェルターの設計図を書いた。完成性にも分からぬか。これは本当にシェルターなのか。シェルターではなく箱舟。この地から脱出するための乗り物。まあそうだね、それが一番いいよ。まだ続きがありそうにも思える。全部思いついたわけではないから作りながら考える。想像もつかないすごいものを作っちゃいそうだね。ミッションとして正式に依頼させてくれ。うお、これか。なるほどね。ビルダーの箱舟、皆を乗せる箱舟を作るべし。世界が滅んでも生き残れるように箱舟を作り、魔物たちを乗せてやってくれ。そして集めた魔物たちから情報を得ていくことがお主の友達探しにつながる。お前何しやがった。一体何が。そうだな、破壊の時が近づいているからな。これは世界が消え始めている。これこそ滅びの日の前兆に違いあるまい。破壊神様によって世界が滅ぶ前触れだとすると、このままでは。滅びの日までさほど時間はない。この揺れもたびたび起こる。ミカミックスメタツ、オイラやるぜ。オイラ死にたくねえ。ミカミックスと箱舟を作るぜ。オイラたちもウホ、箱舟作り手伝う方。お前たち、滅びることが死ぬことが救済だと本当にお考えなのですかな。ミカミックスは我らの価値観を破壊するように魔物を助け、そして箱舟を考えてくれた。このままではミカミックスの方がよっぽど立派なハーゴン兄弟の信徒なのでは。
にくるめられてんな。仕方あるまい、箱舟を作ろう。私とって死ぬのは嫌だ。すぐにはできないよ、どう考えても。ミッションスタート。地獄様、私は腹を決めた。箱舟作りを手伝う。経験がないゆえ何をしていいか分からない。ものづくりに大切なものは何なんだ。素材を入れる収納箱、物を作る作業台、すでに置く場所が設計図にある。収納ロッカー、邪教の作業台、設計図の場所に置いてくれと。作業台はあれ回収してくればいいでしょう、今あるやつを。持つと、これがどっちだ、邪教の作業台かここか。で、あとロッカー、ロッカーは作んなきゃダメだね。うわすげえ、これマジでマジで揃えんの。最終ミッションだから、収納ロッカー、ロッカーなんかに入らんだろうだっていや、まあ収納箱も入んないっちゃ入んないんだけどさ。はい、なんかこれどういう形してんの。収納箱と作業台を置いた。収納箱に建材を入れればみんなでそこから取り出して使える。って言っても無理だよ、この地ではワープもできんし空も飛べん。おそらく赤い神様のお力によるもの。遠出をするのも帰ってくるのも不便。友達を探すには乗り物がないと無理。破壊神様と友達と言ったが、ハーゴン様にも会ったのか。はい、やはりそうか。ではお主はこの世界が幻であることも知っておるんだな。そしてお主はどうやらあちらの世界の住人ということらしい。そもそも真実を知る者は幻の世界の中でも一握りだけ。まさか現実世界の人間に出会うとは。やはりなかなか興味深い人間だ。え、その後は誰、今度あいつか。さっきはすまなかった、うだうだ言って。のんびりしてる暇はない、ものづくりを手伝う。さっさと箱舟を完成させよう。ものづくりなんかやったことない、何をどうしたらいいかわからない。収納箱に建材を入れるから設計図の場所に置いていけばいい。収納ロッカーにマシンの壁、アイアンの壁50個ずつ。また持ってくんの、ちょっと待って。アイアンの壁も7個しかないからね。じゃあアイアンの壁をまず50個、インゴットはまあそれなりか。マシン壁作れる。シドニウムか、貴重だな。いや全然足りねえわ、自動生産システムみたいなのが構築されないと無理だな。最初に入れてくれればあとは俺たちがやっとくぜみたいな。かっこいい、かっこいいんだけど、しまい方が。収納ロッカーに建材を入れた。あんなすげえ数よく用意してくれたぜ。これで俺たちもものづくりを手伝える。お前本当に変なやつだな、こんなおかしな設計図を書いて。破壊を信じてきたハーゴン軍の魔物に物を作らせて。破壊神様と友達ってのはきっと本当なんだな。いやでもこれだけじゃもう足りないんだよ。用意してくれた建材で箱舟作りに取り掛かる。建材があれば建築できることが分かった。建材を集めてくれ、そこが問題なんだって。収納ロッカーにじゃんじゃん入れる。破壊神様の抜け殻、パクってくれよかった。次誰かとかいないの。これ食うか、げマジで素材集めなきゃダメ。いやー素材集めなきゃダメだな、行くか。歩いて走って、肉が欲しいんだよね今。肉はかなりお腹回復するから。こいつは何も肉ないよね、だって、まあ、カラスなんて。まあそこまですげえ遠いってわけじゃないんだけどね、やっぱりちょっとめんどくさいんだよね。で鱗はわりかし簡単に手に入るから、しょうがない。
あれどこだ、あれどれだ、これだよね。え、だいぶ破壊されちゃった、もしかして。だいぶなんか破壊された感があんな。違う、また吹いちったよ。ちょっと素材集めますか。マンドリルがいた。世界が滅びる日が来た。静かに死を待つ。え、それだけ？悲しすぎる。一緒に来いよって誘わないの？で、食いもマジで欲しい。なんか、いや、このキノコはダメなんだよね。食えないやつだから。奇妙なお花。あ、ツタか。ツタがあるな。ちょっとツタ回収するか。貴重なパスタ8個か、まあ、みんなの分の食料を気にする必要はないから。あれ、これ何、赤いのツタか。ではちょっと建材を入れていきますか。ちょっと待ってね。多分ね、鱗を中心にベースを組んでいけばね、多分ね、大丈夫だと思うんだよね。ちょっとやっぱ量産スペースをもうちょっと上げたいな。多分個数の違いだけだよこれ、多分ね。これでどん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 適当に作っていこう。はいはい、鉄のインゴットもちゃんと手に入るしね。大丈夫大丈夫、いけるいける。全然足んなかったいやちょっとガチ量産体制に入んないとこれ邪教大量生産システムを作るか。作業台、レンガキッチンなんか作れる。料理ができる。焚き火か。焚き火貴重だからね。レンガキッチン作るか。いや、これはいいんだよ。これ入れて、はい、え、もしや混ぜ込むだけてかここにある意味もちょっとないな。あそこの近くに持ってこう、量産システムを。よし、3つここに置いとくか。1、2、3、はい、で入れる入れる入れると、もうこの繰り返しだな。よし、ようやく土台の設計図完成したよ。もうひたすら錬成で物を作るだけだね俺はとにかくシドニウムの消費が半端ない。釜3つでひたすら錬成、錬金術師だな。箱舟がここまで完成した。こんなものを作っちまうとは。
でも悪い気はしない方、背徳的でどこか快感でもある。不思議な建物。よし、ハート大して溜まってないよね。金でちょっと集めるか。ほい、まだ全然だ。でグレムリンに話そう。オイラたちで完成させた建材を用意してくれたお前のおかげ、いや作ってくれた君たちのおかげです。オイラが箱作りの親方になる。現場はオイラが仕切る。箱舟に乗せる魔物たちを集めたい。魔物たちを集めれば友達がどこにいるか聞き出せる。この辺にはもう魔物はいない。破壊の聖堂と呼ばれる建物がある。そこの神官なら滅びを待つ哀な魔物たちの居場所を知っているかもしれない。破壊の聖堂に行くにはあの黒い渦を避けては通れない。今の我々ではと行くことはできない。そういやさ、死ぬのを待ってたさ、マンドリルが一匹いたよね。うん、敵か。まあ、今回は全部魔物は装備させる必要ないからね。ちょっと食いもん、やっぱ食いもんなんだよな。ツール取り出して、げ予備の食いもんかね。まずいこれ。んこっちじゃない、こっちだ。36% か。いやこれを待つのもめんどくさいな。しまった、これも一緒に作っておけばよかった。まあいいや、35でいけんでしょ。魔物のわしが言うのも変じゃが、黒き魔物が来ている。 OK、 黒い渦を突破し仲間となる魔物を探す方法を考えよう。ただやることはシンプルだね、ここ今のところは。これさ、ハヤブサの剣だったらさ、あの回転切り使うより普通に攻撃した方が良さそうだね。経験値はすげえな。敵はあんまり強くないけど。あと4体。げえ、やべえ、厄介な魔法使いは俺が倒す。ちょっと待って、ちょっと待って、キラーマシーン、お前の攻撃が頼りだ。俺はひたすらゴリを、もう必殺技とかもないからね。あ、やべえな、こっちと。あいつはタコ殴りにしてるけど大丈夫？任せよ。拠点が少し破壊された。よし、OK。レベルアップ。33レベル。バトルコンプリート。さっきの魔物どもにいろいろ壊されてしまった。オイラたちだってビルダーなんだ。でほぼ元通りですと。黒い魔物をやっつけた。箱舟が壊されなくてよかった。どうして急に攻めてきた。あいつは結局何なんだ。話は通じない。何でもかんでも壊す。元から言った魔物じゃない。破壊神様が生み出した破壊の塊、純粋な破壊の化身。あやつらにとってこの地はものづくりに満ちる破壊の対象。これからこの地を狙ってくる。用心せねば。もう大丈夫か。水まきシステム発動。枯れ木に花を探せましょう。じいさんの回路がやばい。オンボロなのに無理して戦おうから。
生体反応検知、再起動プログラム。あれがないんだよね、だから。魔力がないんだよ。エアベントに物理的欠損あり。熱暴走の恐れあり。このままじゃ爆発しちゃう。新しいエアベルトを作って交換してあげないと。これも作るのか。エアベント。中と外の空気を入れ替える換気シャフト。こんなものまで作れるんだ。修復してください。まあ、作れるんだったらちょっとサクッと作っちゃうか。これあれ、勇者の盾なんていつ手に入れたあれ超謎なんだけど、なんか知んねえけど持ってる。やった、間もなく爆発しますって。危険すぎる。はい、エアベントの交換確認、再起動プログラム実行中。怖っわしはキラーマシン自社、再起動完了。わしはもう追い先短い、おかげでもう少し生きられそう。世話のかけるジジイだぜ。黒い渦を抜けて魔物を探しに行く方法を共に考えよう。この星はすごく広い、歩いて探すわけにもいかない。ウホウホのじいさんが言っていた。おじさんか。乗り物でも作る。マシン的な乗り物がいい。キラー G のくびれ部分、何くびれって、どこよ。わしの体の中を見たい。わかった、おのちのためならわしも一装甲を脱ごう。優しく頼むぞ。キラーマシン作れるんじゃないか俺、素材さえあれば。なに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 、結構でかくね。あ、それなりか。車、車、なにこれ、車なの。車の動力部ってこと。思いついたなるもの、作業台なく設計図で作ろうということ。オイルたちは難しそうだ。これが完成すれば黒い渦を突破して破壊の聖堂にも行ける。設計図を完成させて乗り物を完成させてくれと、まあいうところなので、じゃあちょっと車作りですね。なんかすげえ意外なメカ方向に話が進んできましたけれども、今回はこれで終了して、じゃあ次回、また続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。